今回は DM30 戦国編第3弾、ウルトラジュエルの SR と VR を紹介していくぞ。発売日は2008年12月20日です。これはエムロまで使われてたな。自分のシールドすべて剥がして殴るときにエターナルゲート使って、相手のシールドをすべて吹き飛ばすデッキだったか？そうだよ。シールドないターンはこいつでしのいで次のターンにエムロマ発進だ。今なら逆転のオーロラ使うデッキとかなら採用候補かな。それかコストゼロで出せるエンジェルコマンドという点を活かしてなんとか。これはどう使えばいいんだ？トリッキーなカードだな。手札が多ければそれだけシールドを増やせるが、シールドが減っている状態で使えば手札が減ってしまう。すごく難しいカードだな。一応縦落ちをケアできるカードと言えなくもないかな。おん。デュエマのこういうイラストかなり好きなんだけどわかる人おるか？マナ進化だから出しやすくはあるけど出したら3枚もマナ減るからな。ついでに言うとメテオバーン効果が全体にかかるから自分のクリーチャーも巻き込まれてしまうぞ。マイナス6000とか9000されて生き残れるカードはそんなに多くないと思うからな。今更だけどこいつアポロヌスの親戚かな？どうなんだろうか？正直今の環境でも使えなくはないのかもしれない。白の SR ですな。そんなに白の活躍は聞いてないんだが実際はどうだったんだろうか？わからんな。効果としてはブレイク数2倍と身代わり効果か。悪くはないのかな？軽量クロスギアと合わせれば使いやすそうなカードだな。アクセル効果も結構優秀。でもやっぱりクロスギアって装備するときにコストがかかるのがネックになるよね。出た。これ結構有名だよね。すべてのバトルに勝つ、なんてシンプルな効果なんだ。身代わり効果もあるよ。これは環境次第でワンチャンあるんじゃないか？効果自体は結構強力な気がするぞ。ブロッカーモリモリデッキが流行れば活路は開けるかもしれないけど、今は守るより素早く殴ってくるデッキの方が多そうなんだよな。これからの変遷次第ということで何とぞ。当時でも弱くはないと思うけど手札消費がきついかな。効果を使うにはそれなりにコストが大きいカードを使わないといけないのもきついかな。あと呪文同士の噛み合い。でもナイト呪文は結構使いやすいの多いしその辺は大丈夫か。使ってみないとわからんな。きたー。使ったことないけどこれ決まったら気持ちいいだろうな。なんでこれが SR じゃないのか、これがわからない。でもちゃんと切り札してるいいカードだね。うまいことやればシューゲイザーみたいに連続攻撃できるんじゃないか？できるか知らんけど。この。でも面白い効果ではある。まとめ。この3枚はおすすめできる。ガブリエラは逆転のオーロラからの守り。チェンジザワールドからは、ロマンの波動を感じるし。デスドラゲリオンも出せれば普通に強そう。この2枚もいいぞ。パラディンスピアは可能性を感じる。武蔵の爆発力は今でも十分に通用しそう。それではこの辺で、ドロン。